白広氏、白広氏、立広氏、1950年3月31日体は、日本の俳優、シンガーソングライター。本名は、立広氏。愛知県名古屋市中区尾今津町、現、名古屋市中区地与田出身、石原プロモーション所属。名古屋市立新栄小学校、名古屋市立白山中学校、愛知県立畜佐高等学校を経て、 千葉工業大学工学部建築学科中隊。身長179センチメートル、体重68キログラム、血液型は A 型。小学生時代は生暗くさかったため、当時はドンクサカンと呼ばれていた。が、英国好きで、菅屋には牛乳紅茶を飲むティータイムがあった。菅自身も、その後英国好きになり、1996年8月、 元日産ミスフェアレディの妻との結婚式は英国で行っている。カンの愛車はモーガンで毎週の乗馬への往復時など自分で運転するときはモーガンに乗っている。また仕事時など自分で運転しないときはジャガーに乗っている。どちらも英国製自動車である。高校時代にはラグビー部の首相を務める。千葉工業大学に入学。 同大学の畜産業に入るがその厳しさに夜逃げし、学生の間で夜逃げの四棟と呼ばれる伝説となっている。大学生時代のバイト先、原宿にあった洋服やグラスの同僚にドンコニシがいた。デビュー後も同大に長らく在籍したままだったが、中退した。その後は岩木光一と共に原宿、表参道を拠点にした紅派バイクチーム、クールスを総括。 矢沢栄吉がリーダーだったロックバンドキャロルの親衛隊として有名となり、キャロルの解散コンサートの DVD にも登場している。1975年バイクチームクールスからの選抜メンバーで結成されたロックバンドクールスのボーカルとして紫のハイウェイ矢沢栄吉、五代博光作曲でデビュー。その後のソロデビューには太った豚が勝つか、 しなやかな狼が勝つかとのキャッチフレーズで、プロモーションに打って出て、矢沢を挑発する者として、話題を呼んだ。また、当時の東映社長、岡田茂に誘われ、東映に席を置き、東映俳優センターに、所属、俳優としてのキャリアもスタートさせ1976年、松田優作主演の、暴力教室に出演したほか、同年、 男組少年刑務所で映画初主演。1978年には、川ジャン犯行族、長谷部康春監督。1980年、バラの標的、村川徹監督と投影で、計算本の主演映画が制作された。これらの映画は暴走族のイメージがある、クールスを引きずり、また実際に、本人の趣味でもあったため、オートバイを駆使する姿がトレードマークとなった。 西部警察シリーズでの登場をきっかけに、渡哲也と出会い、最初は、ハーレー・ダビッドソンを駆使する、ブライカン的キ,キャラクターの辰巳ミ・太郎、愛称、達役で登場していたが、番組初回から半年間の出演契約となっていた。ために、半年後の第30話で、西部署で最初の巡職刑事となり一旦降板している。西部警察の撮影初日、 東映時代から愛用している黒いディレクターズチェアを石原、私のディレクターズチェアの横に置いたところ石原から10年早いなと言われ周囲のフォローを無視して時代が違いますよと反論すると石原は悪かったね時代が違うんだと笑って理解を示したそして1981年第109話西部最前線の攻防、前編から 先に殉職した、辰巳刑事役とは、別人の鈴木 GSX1100S 刀を愛希とする特別機動車両隊、略称、特機隊隊長の鳩村英二、愛称派と、ポッポ役で再登場し、1983年、自ら志願して、石原プロモーションへの入社を果たし、西部警察パート E の最終回まで、出演していた。西部警察に出演して学んだことは、 共演することで、石原裕二郎、渡里哲也という二人の映画スターを先生に持てたことで受けた影響は強いと語っている。石原プロモーションに入ったきっかけは、社長の石原裕二郎ではなく渡里哲也への憧れからであった。私には、西部警察放映時の頃から気に入られており、同番組の地方ロケで宿泊したホテルでの飲み会で、他の皆が、 お開きにした後も私に勧められるままに、明け方まで一緒に酒を交わしたという。西部警察シリーズ終了後のドラマでは、バイク使いとしての積極的な登場は少なくなった。ものの、危ない刑事シリーズでは、ハーレーなど大型バイクに乗り、ショットガンを構えるシーがもはや18番となっており、相棒役の柴田恭平と共に、還暦以降でもアクションぶりを時折見せる。 ドラマでの役柄は所属する石原プロモーション制作のものを中心に刑事役が圧倒的に多かったが近年は時代劇やコミカルな現代劇にも多数出演するようになっており役柄の幅を広げている俳優を始めた頃は撮影所に対するイメージのギャップやカメラの前に立つことの違和感嘘の世界である仕事に納得できなかったただ 物を作っていくという過程は楽しかったと述べている。大都会の出演依頼を受けていたが、当時は刑事役はやりたくないと断っていた。刑事ドラマにおける銃の扱い方にはこだわりが強く、西部警察の頃は撮影が終わってからプロップガンを借りて自宅でプロっぽい仕草を練習していたと当時を語っている。さらに銃撃シーンで、 右手で銃を構える際に左手を胸に添える形を取るが試行錯誤の末に最終的にこの形に落ち着いたと語るが危ない刑事などの技とを担当する高瀬正史によると添えた左手は心臓の上をガードするという意味で大変勉強になったと後に語っている。1995年から1997年には全日本海三0と ホーミュラ日本に参戦していたナビコネクションレイシングチームの監督を務めた女の子を口説くつもりでセカンドドライバーを探しに鈴鹿へ行ったのに逆にマッチに口説かれたと近藤雅彦の全日本海三戦デビューを後押ししている2011年3月28日石原プロモーショントリスマリ役を辞任し一所属俳優となる2012年 40年来のヘビースモーカーだったが、禁煙の CM への出演が契機となって、禁煙に成功する。当時、肺年齢が95歳と診断された。2018年、終わった人で第42回モントリオール世界、映画祭ワールドコンペティション部門、最優秀男優賞を受賞。石原プロの俳優で、歌手も兼任している人物は、石原雄二郎と、渡り哲也。 そしてカンヒロシであるが、前期の二人の発表してきた楽曲はどちらかというと、歌謡曲、または演歌としての色合いが強いが、カンの方はロックバンド出身であるためか、50代半ばにリリースしたキジョとも J-POP のジャンルに入る。カンは自身が出演するドラマのテーマを手掛けることが多く、TV 版危ない刑事のオープニングテーマ、ゴリラ、 警視庁捜査第発班のオープニングテーマも彼の作曲である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。